セクストンは第二次世界大戦中のイギリスで開発された自走砲である。セクストンとは協会に勤める使用人の意。アメリカ合衆国より提供された戦車の車体を用い、イギリス軍向けにカナダで製造された。イギリス軍の他にも連合軍に所属する国に配備された。イギリス軍の用いていた9階25ポンド砲に機動力を与えるために開発され、 1943年からは M3 中戦車の車体を流用した 105mm 自走砲 M7 プリーストに変えて装備された。これらの車両は1942年から一時的処置として装備されていたバレンタイン風評戦車の車体を流用して作られたビショップ自走砲に変わるものであった。ワルシャワのポーランド陸軍博物館に展示されているポーランド第11機講師団に 配備されていたセクストン九百四十二年アメリカでは北アフリカで戦う通貨のイギリス軍部隊向けに m 七プリースト自走砲の生産と供給を行ったイギリス軍砲兵隊は m 七の機動性能が戦車並みであることに満足したが m 七はアメリカ製の m 百一百五ミリメートル榴弾砲を用いたためイギリス軍の用いる九回二十五ポンド砲の弾薬が 使えず、補給上に問題があった。このため、アメリカでは、9回25ポンド砲を搭載した T51 を試作したが、初回の射撃試験で試作者の砲が壊れ、計画が遅延した。一方、カナダ軍の弾薬補給を担当していた技術設計部門では、独自に25ポンド砲を搭載する自走砲を設計していた。 1942年6月23日には M3 中戦車のカナダ生産版であるラム、巡航戦車に搭載が完了した。試験後、カナダ政府は124両の生産を命じた。試作車はイギリスへ運輸されて試験を受けた。この試験の結果、本社の性能は満足すべきものであることが確かめられた。そこで、1943年5月、 本社はセクストンと命名され、同年夏にはイギリス政府がカナダに300両を発注した。生産車両にはラム巡航戦車の車体とクリズリー巡航戦車の車体が用いられた。セクストン I はラムの車体を、セクストン2はクリズリーの車体を用いている。イギリス政府は合計で2026両のセクストン2を生産するよう求めた。 1943年から1945年にかけ、カナダのモントリオールロコモティブワークスは、計2150両のセクストンを製造し、これらはカナダ軍とイギリス軍に配備された。セクストンは1943年9月から実戦投入され、ウイジンはイタリアの第8軍が飾った。さらに、フランス侵攻戦で活躍し、 ノルマンディ上陸作戦を皮切りにヨーロッパ北西の作戦で投入された。ノルマンディ上陸作戦時、揚陸艦に積載されたうちいくつかのセクストンは、艦上における砲撃の正確さがわからなかったものの、海岸に接近した際に艦上からの火力支援を命じられた。ドイツ軍が直接射撃に自走砲を投入したのと異なり、イギリス軍とカナダ軍では、 自走砲を間接射撃にのみ用いた。セクストンは前線から適切に距離を置いて配置され、観測班を用いて敵部隊に砲火を誘導した。セクストンの出自は混乱していたが、信頼性のある兵器とパーツを組み合わせ、有効なデザインを持つ兵器であった。イギリス軍は1956年までセクストンを用いた。現存する。 セクストン愛事奏砲オランダのアメルスフォールトにある、騎兵隊博物館の、所蔵品セクストン愛初期生産型の125両。ラム巡航戦車の車体を用いて製造された。セクストン通行機生産型。補助発電機とバッテリーを搭載するための箱が、後部機関室上に追加され、グリズリー巡航戦車の車体を用いて製造された。 セクストングポ砲兵対応の指揮車両型。砲を撤去し、無線装備と指揮用のスペースを確保、砲兵の砲撃を統制する。イェランバ自走砲、第二次世界大戦後、オーストラリア陸軍は、余剰の M3 中戦車を改造する形で、セクストンとほぼ同一の自走砲を製造し、イェランバ25ポンド自走砲として13を製作し、1956年まで使用した。 イエランバとは、アボリジニ語で、投げやり機の意味である。イエランバ自走砲は、セクストンとよく似ているが、戦闘室の側面に、ドアがあることが異なる。RUSE イギリスの自走砲として登場。ワールドオブタンクス、イギリス自走砲セクストン I セクストン2として登場。バトルフィールド1942カナダ軍の自走砲として登場する。ありがとうございます。